時間の罠。ある日、のび太はドラえもんと一緒に冒険に出かけました。彼らは船で無人島に到着し、楽しい時間を過ごしていました。しかし、突然の嵐により船は沈み、のび太は無人島に取り残されてしまいました。孤独の無人島でのび太は10年間を過ごしました。彼は食べ物を見つけるために、地町を探し回り、生き延びるために必ずで努力しました。しかし、孤独と絶望感に苛まれる日は続きました。ある日、のび太は島の奥深くにある洞窟を見つけました。彼は好奇心から洞窟に入り、中に入ると不思議な光が輝いていました。のび太は光に惹かれるように進んでいくと、そこには一台のタイムマシンがありました。のび太は驚きながらも、タイムマシンを使って過去に戻ることを決意しました。彼は10年間の苦しみから逃れるために、過去に戻って幸せな日を取り戻そうと考えたのです。しかし、のび太がタイムマシンに乗り込むと、突然時間が逆流し始めました。彼は自分の意志とは関係なく、過去から未来へと進んでいくのを感じました。のび太は恐怖に震えながらも、止めることができませんでした。数時間後、のび太はタイムマシンから掘り出されました。彼は再び無人島に戻ってしまったのです。しかし、彼が戻ったのは10年前の無人島でした。のび太は自分が過去に戻ってしまったことに気づき、絶望感に包まれました。彼は再び10年間を過ごすことを余儀なくされました。孤独と時間の罠に苦しむのび太は、自分が永遠にこの無人島で過ごす運命に縛られていることを悟りました。彼の心は揺さぶられ、絶望と恐怖に満ち溢れていたのです。出典 1.1 ドラえもんの話で、のび太が無人島で10年過ごす話ありますよね。2.2 ドラえもんの行かなきゃってやつ、のび太の声はちゃんとさよさんの。3.3 ドラえもんの正気で、のび太の影を切り取って雑用にこき使い。4.4 ドラえもんで怖かった話ありますか。昔、いとこに借りてコミックを。5.5ドラえもんの謎の回、行かなきゃを見た人っていますか。6.6ドラえもんのゴルゴンの首の話を怖いと思いますか。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。